ブリーゼタワーは、大阪市北区梅田2丁目にある、ビジネスオフィス、商業施設、多目的劇場が併設する超高層ビルである。大阪ガーデンシティに位置する。大阪 3K ビル及び隣接する、島津ビルを建て替える、西梅田プロジェクトにより、総事業費、約270億円をかけて建設された。2006年3月から建設が始まり、 2008年7月31日に完成した。建築デザインはドイツ人建築家クリストフ・インゲン・ホーフェン。照明デザインは石井美紀子。思考は鹿島建設株式会社が担当した。前身は1952年に竣工した産経新聞大阪本社の社屋産経会館であり、これが後の大阪産経ビルとなった。同ビルは 産経新聞の社屋のほか、ラジオ、大阪本社、スタジオ、コンサートや演劇に幅広く使われた産経ホールも併設していた。その後、施設の老朽化が進んだことで、港町に竣工した南波産経ビルに産経新聞大阪本社を移転させ、島津ビルと一体となって再開発を進めることになった。2005年に閉鎖、解体され、延べ半世紀にわたる。 大阪産経ビルの歴史は一旦幕を下ろした。建物名称、ブリーズは、ダブルスキンファサードを採用し、外部の風速に影響されず、室内に流れ込む風量を一定に制御する風量、調節弁と各階の空調機と連動する、換気扉によって、そよ風イコールブリーズを感じる自然換気が行われる、ことに由来する。2008年10月3日にグランドオープンした。 地下1階から地上6階及び33階の計8フロアから構成される商業施設。総店舗面積は約1万平方メートル。ブリーゼブリーゼのシンボルマークはブリーズの B をモチーフに風の中で軽やかに踊る人を表現している。デザインは自分らしく生きる女性のイメージとエンターテインメントを象徴している。 また1階の吹き抜け部分には施設のコンセプト、驚きこそ最高のおもてなしを体現し、コンピューター制御で手を挙げるなどの動作ができるキャラクター、ブリ CH が設置されている。世界最大のマリオネットとして、ギネスワールドレコーズに申請中である。商業スペースには、物販43店、飲食18店の計61店舗が営業している。 2005年に閉館した大阪三系ホールを引き継ぐ劇場として2008年11月15日にブリーゼタワーの7階8階にオープンした劇場である有料ホール100選に選ばれている客席数は912席設計はタワーの設計もいったクリストフ・インゲンホーフェンが担当したホール内部は ブラックボックスと称される漆黒の空間になっており、壁、椅子、背もたれ、手すりなどもすべてが黒に統一されている。劇場に関わる、工業の企画制作、賃貸営業、保守管理の運営業務は、株式会社ブリーゼアーツが行っている。ブリーゼタワー7階8階に位置する多目的ホールと、5つのカンファレンスルームから構成される貸し会議室施設。 最新の AV システムにより、音響、映像、インターネットなどを駆使した効果的なプレゼンテーションが行える。8階には屋上庭園があり、ウィンドウ越しに庭園を眺めることができる。セミナー、イベントをはじめ、展示会やパーティーなど、様々なビジネスユースに対応している。ブリーゼタワー10階から32階にあるオフィスフロアは商業施設。 ブリーズ・ブリーズ、劇場、3K ホール・ブリーゼに先駆けて、2008年8月1日にオープンした。大阪、西梅田のビジネス街に位置する、ランドマークタワーとして、安心、安全、快適さ、環境に配慮された、次世代、オフィスタワーである。全、テナント向けのセキュリティゲートをエントランスに設置しており、ビル関係者以外は、立ち入ることができない。 主な入居企業は、バイエル薬品、日本ハム、横川電機、全日本空輸、ヤフー、ロックオン、アディーレ法律事務所のほか、富士テレビジョンや、富士テレビ系列局、富士三景グループに属する企業など。2005年7月まで当地にあった、三景新聞大阪本社も、梅田オフィスとして入居している。ガーデンアベニュー西梅田プロジェクト。 鹿島建設株式会社、イナックス、ブリーゼタワー環境と人に優しいジェントルビルディング。2009年12月29日閲覧。ABC 板ガラス協会。クリストフ・インゲンホーフェンシ事務所紹介。2009年12月29日閲覧。株式会社、サンケイビル。西梅田プロジェクトプレスリリース資料。 2009年12月29日閲覧。日刊建設新聞。西梅田プロジェクト機構2009年12月29日閲覧。梅田経済新聞。旧大阪産ケビル跡の西梅田プロジェクト名称。ブリーゼタワーに2009年12月29日閲覧。鹿島建設株式会社。西梅田の新たなランドマークを作る。 西梅田プロジェクト。2009年12月29日閲覧。AB 株式会社産経ビル。子会社設立に関するお知らせ。2010年1月2日閲覧。梅田経済新聞。西梅田ブリーゼタワーで春光式大阪市長ら挨拶。2009年12月29日閲覧。 日系 BP 社日系ブプネットブリーゼタワーの商業ゾーン10月3日にオープン2009年12月29日閲覧梅田経済新聞西梅田ブリーゼブリーゼに身長12メートルのマリオネットブリシー H2010 年1月2日閲覧ブリーズ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 フロアガイド2010年1月2日閲覧 株式会社ブリーゼアーツ。施設概要。2009年1月2日閲覧。ありがとうございます。